アルターエゴ。はい、こんにちは、レトルトと申します。自分を見つけることができるゲーム、アルターエゴの実況プレイ、引き続きやっていきたいと思います。前回はね、初めてやって、最後までエンディングまでたどり着いたんですけども、登場キャラクターの S ちゃん、このね S ちゃんっていう女の子がいるんですけど、この S ちゃんよりではなく壁の王、エゴ王よりの選択になっちゃいました。で、そのエマエゴ王のエンディングにまあ、たどり着いたっていう形ですね。まあ、この、診断テストなので、自分の思うままやったら、俺はちょっと規律寄りのエンディングに行ってしまったということです。で、ちょっと S ちゃんがね、かわいそうなので、これのままでは終わらせられないということで、また新たに、初めから、やっていきたいと思います。で、ちょっと調べたんですけど、どうやら3つエンディングがあるらしくて、エゴ用寄りのエンディング。これが前回たどり着いたエンディングです。で、S ちゃん寄りのエンディング。まあ、S ちゃんを肯定していく、ルートのエンディングが、あって、まあ、どっちともバッドエンドなんですね。で、この2つのバッドエンドを見ると、ハッピーエンドが解放されるらしいので、まあ、今からちょっと S ちゃん寄りのエンディングというかね、選択を選んで、S ちゃんを肯定しまくるっていうルートを、やっていきたいと思います。まあ、このゲームね、半分は放置ゲームなので、まあ、大変なんですけども、まあ、課金もしてますし、2周目だともうちょっと楽になるので、まあ、周回もしやすいかなっていう感じです。1-1、自分探しの幕開け。これからまた、やり直したいと思います。ようやく来たのね、待ちぐれた、くたびれたわ。はい、早速本題よ。これから12の質問あなたにするわ。あまり時間をかけないで正直に答えて。これ正直に答えたんだけど、ここら辺の、あなたはこの診断受けたことがあるので、あ、これはスキップできるんだ。じゃあ、S ちゃんの選択肢、S ちゃんが話してくる選択肢のみを変えていけばいいってことなのかな。あ、これは話早いね。どう？少しは理解した？いや、なんも。前回どんな診断結果出たか、ちょっと覚えてないんですけども。ここがどういうところか、何より自分自身について、全くもって分かっていないみたいね。これ、なんかね、俺が診断されてるように見えて、実は S ちゃんの自分探しのゲームなんだよね。そこがよくできてんだよ。いいわ、まだ始まったばかりですもの。またエゴが溜まったらここに来なさい。まあ、エゴは溜まりまくってるんでね。どんどん行きましょう。言われた通りエゴを溜めてきたのね。そういう素直なところは私は好きよ。僕も好きです。何かご褒美をあげてもいいけど、お願いします。そう、ここがどこなのか気になるのね。ここはそうね。名前を付ける必要がない閉じられた場所。これ前回やってる時も意味わかんなかったけど、やっぱ2周目だとちょっと分かってくる感じ、ところもあるかな。私にとってはそれ以上でも以下でもない。けどそうね、興味本位で一つ聞かせて。あなたの目から見て、ここはどういう場所？こういう選択肢ですよね。で、S ちゃんを梱包、S ちゃんを、まあ、よりの選択を今から選んでいくんだけど、この真ん中とかは絶対ダメですよ。自分を律するための場所。これエゴ用よりの、エゴ寄りのルートだと思うので、ありのままの自分をさらけ出す場所。多分これだと思うんですよね。S ちゃんを解放してあげるような選択肢を選んでいくと。その認識で間違いないわ。ここでは隠し事はなしよ。ここがどういう場所か、大した問題ではないの。あなたは今ここにいる。選ぶ、選ばないに関わらず、存在が先にあるの。だから理由を探してしまうんでしょうね。あなたも私も。またエゴが溜まったらここに来なさい。あなたも私もって言ってますね。まだまだ溜まってんのにいけますね。いろいろな本がある。だから読むたびに結末が変わる本だってあるの。今から見せるのはそういう絵本よ。あなたがどう物語を解釈するか。私はそれに興味があるの。ここ飛ばせるってことは、この絵本のやつも飛ばせるってことは、多分いいんだろうね。うん。ほい。世界の見え方が変われば、結末だって変わる。物語の中でも、もちろんこの場所でも。未来を変えるのはあなたの解釈。あなたの意思よ。と言いながら自分をね。ものすごく自分のことを悩んでるくせにな。俺じゃないんだよ。まず自分のことを大事にしなさい。S ちゃん。いや、でもテンポよくいけますよ、これ。ここまででね、本来だったらもう30分くらいやってたような気がするからね。あのクソ壁野郎、調子に乗りやがって。あら、来ていたのね。気づかなかったわ。その壁と S ちゃんは仲が悪いと。
あなたもここに来るときあったでしょ。自らを王と名乗るあの嫌みったらしい壁男に。あの壁男、私の邪魔ばかりするのよ。規範に従え、衝動に身を任せるなって。でも俺は、あの根本的な俺はこの規範というかね、社会のルールに飲まれてる人間だったっていうことは分かりましたけどね。何度も何度も何度も私に囁き続けるの。でもほとんどの人が結局社会のルールはね、まあ打ち破りたいみたいなのはちょっとあるかもしんないけど、結局そのルールの中生きようと思ってると思うんですよね。ほとんど見てるね、視聴者さんの方もね、めちゃくちゃな世界になったらね、怖いです。自由もクソもないからね。ルールは何より大事って俺が多分選んだんだよな。自身の衝動に従う方が大事。これがすごく大、これがもうあれだね、 S ちゃんを奔放にさせるルートだよね多分これ。そうね、その通りよ。話が早くて助かるわ。とにかくあの壁男は私の敵なの。でも喜んでんね。やっぱうん、なんかいろんな欲望というか抑止されているその心を解き放ちたいっていうのが S ちゃんの第一の感情なんだね。裁判官や検閲官みたいに私を支配しようとするの。ほら、またあいつの声あなたにも聞こえるでしょ。ちっ、黙れクソ壁野郎。私は間違ってない。私は失敗じゃ。私はこの失敗じゃとかって何なんだろうね。ハッピーエンド言ったらわかんのかな。これじゃとても話なんてできないわね。悪いけど続きは今度にしましょう。またエゴが溜まったらここに来なさい。さあどん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 解放されていきますよ。あらかじめちょっと溜めておいたのも良かったね。私にとって読書は呼吸よ。私が私であり続けるために本を読まざるを得ないの。正気を保つ、ただそれだけのために。私は本を読み、この世界に浸っている。あなたと対話している、まさに今この瞬間も。私は必死に自分の衝動を抑えている。衝動ってのはもう逃げ出したい。ここから出ていきたいっていう衝動のことかな。あなたの首を手をかけて、あなたの首に手をかけたい。そのままあなたを、やばい衝動だったな。ねえ、聞いていい？衝動は抑えるべきなの？私はどうすればいいの？俺はこれ多分コントロールにしたと思うんですよね。すべてに優先して解き放つべき。そう、そうよね。私はあなたを。もう大丈夫。壁男の声がうるさくて少し混乱してただけ。あなたと話してだいぶ落ち着いてきたわ。大丈夫、大丈夫よ。今はまだ。私は私の衝動をちゃんと飼いならせるから。あなたの首に手をかけるなんて。きっとしないから。大丈夫だから信じて。これ大丈夫かな？このまま後押ししていったら俺を殺しちゃうんじゃねえかっていう。どうなんだろうな。あ、まだ開けれますね。C だから。この角度いいよね。いい子ね。いつもと違う景色でしょ。少し緊張してる？動悸が激しいみたいだけど。この角度はもう膝枕の角度ですからね。ゆっくり深呼吸して。ゆっくりゆっくり。そう、いい調子よ。じゃあ本題に入るわね。あ、これも、多分だけど、飛ばせるんじゃないですか？ここのな、スキップした、そこの中の選択というかね。もう、必要だったらやばいね。またもう一周やり直しってことになっちゃうからね。意識なんて、意識とは何かって。考える瞬間にだけ現れる幻想みたいなもの。希望も絶望も全ては無意識が根源よ。あなたが無意識に何を求めているのか、ここで歩き続ければわかるかもしれないわね。俺はもう S ちゃんを解放したいというその一心だけを考えてますけどね。どうなるんだろうな。さあ 1-7 予兆まで来ました。あ、まあ扉開いていいね。やり直すことできるんだけど、ここを通っちゃうとやり直しちゃダメってやつですね。この場所にも慣れてきたみたいね。はい、次の段階。どうしたの？変化が怖いのかしら。怯えなくて大丈夫よ。すぐに何かが変わるわけじゃないから。けどそうね、今のあなたを見てると、自分の内に秘めている衝動を重視してるのね。お！いいよ！これはルート的にはしっかりいけてそうですね。私に気に入られたいの？悪い気はしないけど、やっぱ S ちゃん寄りになってんな。この調子なら壁男は、いいえ、なんでもないわ。俺の選択が壁男を倒すことにもなんのかな。どうやら厄介者が近づいてるみたいね。そう、壁男よ。あいつの言うことは適当に流せばいいの。
真に受ける必要なんてみじんもないわ。私はしばらく席を外すけど、またエゴが溜まったらここに来なさい。さあ、これで探求のところに一回戻って、まあ気に入られてたよね。前回は規律を選ぶルート行ってたのよ再び相見れたな。迷える我が子よ、私は見ているぞ、あなたの選択を。規範を忘れたのか、横島に生きてますね。 S にほだされよって、あなたはかわいそうな子。ここも違うね。衝動に身を任すな。規範を思い出して、次に相見えるまで決して忘れないで。選択は規範に捧げよう、選択は規範に捧げよう。これちょうどいい間を選ぶべきなんだけどね、本来このね、規範とこの奔放さ、このちょうど間をどう考えてもね、選ぶのが一番いいと思うんですけどね。白状するわ。あなたとこうやって話をする時間が楽しいの。いいよ。私はこの場所でずっと一人だった。しかもこのルートではずっと S ちゃんをよりに寄り添ってますからね。ずっとずっと。最初はそうね、暇つぶしだった。私にとって初めての他者がどんな人か知りたくて、会ったことがないんだ他者。けどね、今はこの時間が救いなの。何？そんな風には見えない？顔に出ないだけよ。これから12の質問あなたにするわ。ああ、これはもうスキップで OK。テンポ良くていいね。だいぶ分かってきたんじゃない？あなた自身が何を考えてるのか。不思議な物言いに聞こえるかもしれないけど、意外と知らないものよ、自分の心なんて。私だって同じ。私は私を知らないの。きっとあなた以上に、私は私を。またエゴ溜まったら、どんどん溜まってる。やべえ、すげえテンポいい。ここまで行くのに多分、前回もう30分ぐらいやってると思うんですよね。まだ10分ちょっとですからね。ふと、こんなことを考えてしまったの。自分の言動や目に見えない心でさえも、どこかにある筋書きをなぞっているだけ。私に意志なんてものはないんじゃないかって。私は誰かの操り人形で、そのことに気がつかないのは私だけ。もちろん本気でそう思ってるわけじゃないの。あくまで例え話よ。読んでいた本に気になる言葉があっただけ。けどその言葉がなぜか心に引っかかるの。ねえ、答えてくれる？私の言葉は本当に私のものなのかしら。これどれだろうな。私のものなのかしら。そうだって選ぶべきなのかな、これは多分。そうだよね。そうね、私は S、 私は私。いいよ、どんどん溜まってますよ。S ちゃんのエゴが爆発する日も近い。あなたと話してると不安になってくるの。あなたがあなたを知れば知るほど、私が私をいかに知らないか、それがよく分かって。あなたは私の影みたい。影が大きくなったら、私という存在が、いえ違うわね。きっと私があなたの。またエゴが溜まったらここに来なさい。まだいけるぜ。お、これでね、出てきた時に 3.48H もらえるんで、たまに出てくるこれがものすごくね、巻くんですよね、ゲームが。いいよ、これ。もしかしたらもう一気にここだけクリックしていくだけで、いける可能性もあるな。何が正義で何が悪なのか。善悪の概念に絶対なんてものはないわ。だからこそ、どう解釈するのが重要なの。あなたがどう物語を解釈するか。あ、これ本のやつね。スキープ！これあれだよね、毒の話かな。毒の双子の話かな。私にとって壁男が悪なのと同じように、壁男にとっては私こそが悪なんでしょうね。ねえ、聞いていいかしら。あなたにとって私と壁男どちらが悪なの？ごめんなさい、意地の悪い質問ね。いや、壁男は悪だよ。絶対なんてないって自分で言ったくせに、さっきの質問忘れてちょうだい。本当に忘れて。答えを聞くのが怖いから、もう言ってやるよ。壁男イズで悪って、壁男が諸悪の根源なんですよ。世界はどこから来たのか。うわー、テンポいい。ここがどういう場所なのか、以前あなたに聞かれたことがあるでしょ。名前をつける必要がない、閉じられた場所。確か私はそう答えたわ。けれど分からなくなってきた。ここはそういう場所だって分かった気でいて、何一つ疑問を持たなかった。何一つ自分で考えなかった。ここは本当は違う場所じゃなんじゃないかと。
ね、こんなことあなたに聞くのも変なのかもしれないけど、私にとってここはどういう場所？一番下はダメですよね。真ん中かな。これは、何者にも縛られず自由でいられる場所でいいのかな。 S を持ち上げていけって書いてあった気がするんですけど、これかな。壁男にもあなたにも私は自由なのかし。いいよ、難しく考える必要はないのかもしれないわね。私がいつもあなたに言っていた通り、あなたの解釈があなたの物語になるように、私の解釈が私自身の物語になるけれど、だとすると私は、あなたがいないと私はきっと、一緒に逃げようぜ、こっから。でもこれもバッドエンドとは書かれてたんですよね。ごめんなさい、少し考える時間が欲しいの。またエゴが溜まったらここに来て。もうエゴ溜まりまくりだからな。 H 持ってますからね、今まだ G なのに。考える時間はあったけど、余計混乱してきたの。ここには本当に何もない。後ろの本すべて読んだわ。けど笑っちゃうの、何も知らなかったのよ。そもそも誰の本なのか私は知らないの。本はいつ読んだのかすら私は覚えていない。もしかしたら本を読んだという記憶自体、どうにか正気を保つため私がでっち上げた妄想、それが妄想なら私には何が残るの。私にはあなたしか。もしかしてあなたも私の妄想。もう妄想だろうが何だっていい。あなたが来てくれる、あなたと話す時間だけが私を形作ってくれる。もうこれはもう懐いてきてるもんね。これはもうどちらかというと依存ですよね。でも依存って多分確か言ったはず。私が私でやれる気がする。でもね、やっぱりわからないの。私、無意識に使ってる私っていう言葉は一体全体何を指してるの。私の体、それとも私の思考。私の体を半分にしたら私はどこにいるの。体の細胞が全て入れ替わっても、私は私でいられるのはただの錯覚？もうね、人間ってこうなんか周期的に細胞が全部入れ替わるらしいですからね。思考だってそう、もっともっと不確かなはず。テセウスの船的な話だな。私の思考が私のものだってどうしたら言えるの？自分の意思だと錯覚した他人の意思、思考じゃないの。自分の思考、本から学んだ他人の思考を自分のものと錯覚してる。体や思考じゃなければ、あるいは関係性、世界との関わりによって私は規定されてるの。難しいことずっと言ってんな。誰かに観察されないと存在しないということ。シュレディンガーの猫ってやつだな。もしそうだったら絶望ね。この世界には私を非難する壁しかいない。この世界しか知らない私は死んでるも同然じゃない。だからこそ壁から出ていくんだよ。誰かに観察されないと存在しないんだったら、あなたがいない間私はどこにいるの。あなたがいなければ私が存在しないのなら、あなたが私ってこと、私はあなたなの。ねえお願い、答えてよ。あなたしか答えてくれる人はいないの。私って何なあ。これどれ選べばいいかな。私って何、 S は S だかな、この感じだと。そうね、けど違うの。私は私で私じゃないの。一度に喋りすぎたわね。ちょっと喋りすぎですね。俺よりも実況してたよ。けど、どうしても誰かに吐き出したかったの。あなたに聞いてもらえて助かった。誰かに話すだけでも問題が整理されるみたい。何も解決はしてないけど、だいぶ落ち着いてきたわ。だから、私は私についてもうしばらく考えてみる。逃げずに考えなきゃいけないことだと思うから。またエゴが溜まったらここに来て。エゴはもう溜ま、あ！もうちょっとたまらなくなってきていますね。で、1.04H で、左が 3.77H なんで、そろそろ必要かな。でも、今回早いね、やっぱ。やっぱ、周回プレイはしやすくなってますね。そうね、今回は少し思考を変えてみましょう。これはスキップのやつかな？うん。前回は語りすぎたもんね。はい。あ、これ、あれですね。あなたの悩み。鼻声にしたやつね。確かにね、こういう長文の文のね、ノベルゲームとか実況してると、もう40分あたりから溺れてるもんね。この前やった勇者の選択のやつとかもう30分あたりからもう完全に溺れてましたからね、俺。鼻声の中でこう実況してたから。鼻声の中泳いでました。
見てください、それ本当に溺れてるんで。誰かに語ることで初めて自覚できることもある。私がそうだったから。もう少しで何かがつかめそうなの。私なりの答えが見つかりさえすればきっと私は大丈夫だから。またエゴが溜まったらここに来て。 S ちゃんまずいよこれ。あで 5.53H なので今足りないので、またため、お J 溜まる、押したらで10分間しかも倍になりますよこれ。わあ、一気に溜まりますねこれ。これもじゃあ開けちゃおうか。開けてた方がすぐにね行きますんでこれ。じゃあ S ちゃんとこもう行っちゃいますか。3までもあっという間だったな。分かれ道、あよし、2章の終わりだね。これでもう変わっちゃうかもね、物語分岐が。 S ちゃん寄りのルートに第3章は行くかも。次へ進むのね。私は私についてずっと考え続けたわ。考え続けて一つの疑問が生まれたの。世界には私以外存在しないんじゃない？じゃあ俺は？私が考えてる。私がここにいる。それ以外に確かなものって他に何があるの？あなたも壁男もすべて私の見ている夢。私以外はすべてまがいものなんでしょう。なんかおかしくなってきてるぞ。ちっ。壁男の気配ね。少し席を外させてもらうわ。中二病みたいになってるよ。どうせあいつも私の。私以外ここでは。またエゴが溜まったらここに来て。じゃあ一回壁男のとこ行きますか。さあ、ちゃんとルート入ってるかな？入ってそうな気はするんだけどね。再び愛見えたな。迷える我が子よ。我は見ているぞ。あなたの選択を。お前は間違ったのだ。あなたは失敗したの。我は傍観者となった。もう引き返せないわ。いいよ。だがそれも選択。否定はできない。次に相見える頃には結論が出るはずです。まっすぐな道を進め。まっすぐな道を進め。もう壁男は何もしてこないっていうことなんかな。さあ S ちゃん3の1です。侵食する情念。変わるかな？待ってたわ。あなたに会いたかったの。最近ね、なんだか気分がいいのよ。考えれば考えるほど、私は正しい気がしてくる。壁男の言葉なんて、所詮はただのへりくつよ。世界にはね、私しかいないの。なんかこれ、どっちもあれだな、なんかこう、ちょうど中間ののがいいんだろうな。うん、考え方ってこう、極端じゃよくないよね。この世界すべてが私なの。壁男だって私。私の罪悪感を生み出した空想の怪物よ。ちょっと何言ってるか分かんないな。きっとあなただって。私の見ている夢なんでしょ。そうだから、このルートのまま行くんだとしたらそうだよね。やっぱりそうよね。きっとそう。そうなのよ。たとえ夢でも、私はあなたが好きよ。思いを代弁してくれる私の大事な夢なんだから。それじゃ、またエゴが溜まったら。診断？そうね、それがあなたの目的だったわね。この場所を歩き続けて自分探しをする。私の夢であるあなたが拠り所としている目的。けどもうしないわ。だってただの茶番じゃない。夢だからな。私は私、それだけが真実なの。またエゴがたまたまここに来て診断もしてくれなくなっちゃったぞ。はい。そういえば本を読めなくなったわ。活字を追っても内容が頭に入ってこないの。じゃあ今も本を持ってるだけ？呼吸するみたいに読書してたのが嘘みたい。今はただ手持ち無沙汰でページをめくるだけ。どうして読めなくなったか？さあ、私にもわからないわ。読もうとしても文字が踊って見えるの。言葉が意味をなさず文字だけが目につくのよ。意味を理解しようと文字を組み合わせようにも、どの文字を読もうとしたのか忘れてしまう。こうやって話をすることはできるけど、今だって頭の中は忙しいのよ。いろいろな単語が頭に浮かんで聞いていくの。意味のない自由連想みたいに。ね、私の頭おかしくなったのかしら。狂ってきてるよな、これ完全に。おかしいのは世界の方だ。おかしいのは世界の方かかな。よくわかってるじゃない。おかしいのは世界よ。一人でいるときはもっとひどいの。ひどく壊したくて衝動が抑えられないの。
あなたのことだって。私は今も。大丈夫よ。我慢するから。敵は一人で十分よ。またエゴが溜まったらここに来て。やばい、もう、これ、行っちゃってますね、これは。狂乱にうってつけの日。ちっ、まただ。クソ、壁野郎の声が大きくなってきた。何度も何度も飽きもせず、私に言い続けるの。お前は間違ってる。お前は失敗したんだって。失敗っていうワード出てきますね。どうして私の思い通りにならないのよ。私の見てる夢のくせに。私は間違っていない。私は失敗してない。私は、存在していいのよ。存在していいはずでしょ。私はいらない子じゃない。だからね、私は自由のために戦うわ。もうなんか中二病みたいになってますよね、これ。組織と戦うぜ、みたいな。ここで飼い殺されるなら、私は戦って死にたい。誰と戦うんだ。私は私であり続けたい。自分に嘘をつきたくない。そのためには、クソ壁野郎は邪魔なの。私が死ぬか、壁男が死ぬか。そのどちらかでしか生き残る術はないのよ。壁ぶっ壊しに行くか。今すぐにでも。私はあいつを。ねえ、あなたは私の味方よね。当然 S の味方です。当然よね。あなたは永遠に私の。あなたと話してると、壁男の声が小さくなるわ。あなたは理想よ。ありがとう。理想的な私の妄想だわ。俺いないのかな。きっとあなたは、私のことが好きなのね。まあそうね。だから親身になって話を聞いてくれる。私を支えてくれる。私を愛してくれる。そう思っている妄想ってことを S ちゃん思ってんだよな、でも。あなたはきっと私の希望なの。どうせ夢を見るのなら、あなただけでいいのに。またエゴが溜まったらここに来て。お、これエゴがとうとう溜まってないけど、こっち行けばでも、あ、でも結構これは溜めなきゃいけないパターンかな。でもこれ開いていこう。開いて、K 溜めなきゃいけないんでしょ。でもね、俺にはちょっとね、一つあるんですよ。この目標達成を残しておいたんですよね。これは、目標達成20回完了すると、1時間分のエゴ、43.6K もらえるとかがあるんですよね。3時間分の、やつがもらえるとか。なので、1個受け取りましょう。これで、テンポよく、エッシャンのやつが解放できると。いいよ。ようやく来た。気になる本を見つけたんだけど。一人で読むのが怖くてもう読めないもんな。絵本なんだけど不思議と目が、あ、毒のやつかこれ。一人で読むと引き込まれそうになる。きっとこの本は私にとって危険な本。毒の本はこっちの方だっけ。けど私を知るためにはこの本を読む必要がある。ねえ、一緒に読んでくれる？表紙にはこう書かれているわ。アルターエゴ。来た。きっとこれがこの本のタイトルね。あ、これか。じゃあさっきの、さっき飛ばしたやつは毒の方で、これで最後決定するというか、選択が、最後の選択が出たんだけど、なんかこうわーってなったんだよね、前回。物語の登場人物は2人。迷い込んだ旅人と旅の案内人である少女。この世界に迷い込んだ旅人は問い続ける。私って何？世界って何？旅の案内人である少女は問い続ける。あなたって何？世界って何？だけど少女は気づかないでいた。他ならぬ自分こそが旅人なのだと。そうね。これは自分探しゲームだと思って、いろんな心理テストみたいなの受けてね、このプレイヤーが、まあ言えば心理テストとか自分を探してるのかなと思いきや、実はこれは S ちゃんの自分、 S ちゃんが何者なのかを探すっていうゲームが裏テーマなんでしょうね、これ。少女は旅人との対話を通じ、ようやく真理にたどり着いた。少女は、あら、ここで文字が切れてるみたいね。ね、あ、これこれこれ、選択は衝動に捧げよう。これ前回選択は規律に捧げようってなって選べなかったんだけど、この世界は存在してはいけない、この選択肢しか選べなくなってる。3つ選択があるはずなんだよな。少女は旅の果てに世界の存在を否定しました。そう、物語の結末は最初から決まってたの。世界は存在してはいけない。壁男は存在してはいけない。だから、もう、分かったから。もう大丈夫。だから、この世界は、この場所は、私の、私は、
またエゴが溜まったらここに来て。わあ、これは。あ、これもらえるね。イエーイ。で、次、198.28K。もうちょっとだな。これ、受け取れば、いけるんだけど、なんか、もう次の集会もあるからな。あ、すげえ！クリックしたら L もらえんの？やっば。すごいね、これ。これも読み始める押してもいいんだよな。まあ、といってももう周回したらまた元に戻っちゃうもんね。これ K。あ、まだ見ることもない。道が遠ざかる。これ、エンディングですよね、多分。終わりだよね、これ。待ってたわ。私はようやく世界の真理にたどり着いたの。この世界は私のもの。私だけしかいない世界。壁男も、この旅人である俺ですら、すべてが妄想だと。ここは私が作り出した延々と続く夢の世界なの。結末は最初から決まってた。はっ、私はこの世界のすべて。だから何をやってもいいのよ。やばいやばい、なんか顔が壊れてる。最初から我慢する必要なんてなかった。衝動のまま、私の感じるまま、壊したいものは壊して、愛したいものを愛すの。まずあのクソ壁野郎、あいつは私を間違っていた、失敗だって、ずっとずっと、ずっと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 、言い続けてきたのよ。もううんざり、エドが出る。規範規範規範って、あれはただ声にするだけ。どうしてやるべきなのか、どうしていけないのか。その意味なんて、言ってる方もわかってない。規範だから守るべきだって、頭固くしてるだけなの。誰かに与えてもらった、誰、答えが居心地いいだけ。けど、そんなの犬にでも食わせておけよ、本当に。バカバカしい、バカバカしい、バカバカしいったらない。私はね、自分で感じたいの。私がすること、しないこと、すべて自分で考えたいの。見ず知らずの誰かが決めた規範なんてクソくらえ。ここからは私とあなたの世界。衝動を軸とした奔放で楽しい世界。まだまだ足りない。まだ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 。私はこの世界を壊して。なんて書いてあるのこれ。壊して、殺して、して、私は、よし、お願い、私を、って。うわー、結局どっちもなんか助けてみたいな感じで終わんだな。これもバッドですね、完全に。うわー！ The End of ID っていうエンディングに行ったのか。はい、ということで、二つ目の、バッドエンドにたどり着きましたね。これはもう一度プレイできるぞみたいなやつだな。うん、再び相見えたな。迷える我が子よ。お前は失敗したのだ。あなたは間違えたの。だがしかし、だけどもし、お前の心が折れねば S の部屋に行って歩いてきた道を白紙に戻せるわ。選択を変えれば結末も変わるの。お前が望むならば、きっとあるはずよ。お前だけの結末が、あなただけの道が。もう我は消える。最後に言わせて。S を消して許すな。S を消して許すな。おー。さあ、これで、S のとこ行って、うわー！妄想の分、うわー！怖い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 ！壊れてる！怖っ！怖っ！うわあ、最初からやり直そう。はい。さあ、これで3周目に入ったっていうことになりますね。うわあ、こっちのエンディング。なんか前回さ、S ちゃんに寄り添えないエンディングに行っちゃったなーみたいな、感じで、ちょっと、あーみたいな。やっぱ1周目は S ちゃんをね、寄り添いたいなと思ってたんだけどさ、ダメだったなと思ったけど、こっちの方がなんか心くるね。全然こっちの方がなんか、しんどいエンディングでしたね。おお、一気にこれ、一気にこれ12いきますね。これやると、エンディングに2回到達したから、これ、タップ獲得エゴ1000倍。これ1回でも12もらえるってわけだね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。2個目のエンディングに、到達しました。なので、次が、最後のエンディングになります。で、最後なんか、
なんかエンディング結末がもうね、紙みたいなのがバババって貼られて一つしか選べないようになってたじゃないですか。一つ目のエンディングも二つ目のエンディングも。で今回は中立のエンディング、あの選択肢を選んでいくことによって、あのハッピーエンドにどうやらいけるらしいので、まあ初めの方は多分そんなに変わんないと思うので、どんどん中立のエンディングにいけるように選択肢を選んでいきたいと思います。次回に続きます。